皆さん、こんにちは。エルザです。クラフトピア、シームレス版続きやっていきたいと思います。で、今回ですね、どういうことをやっていくかっていうところなんですけど、そうだね、新しい地域とかにして、まだ、塔とかね、なかなか攻略してなかったので、大渡津かな、ここは。ここの塔とかをクリアし、を目指そうかなと思います。クリア目指そう。で、クリア目指す理由なんだけど、マップ見たときにさ、これこういう情報がね、なかなかね、やっぱ、これあるだけで作業の効率がめちゃくちゃ上がるんで、まあ、マップ探索もどこまで行けるのかとかね、いろいろあるので、ちょっとそれをするために、解放したいなと思います。あとね、ちょっと事前にね、いろいろマップ探索してみてて気になるところとか、ちょっとここなんだけど、ここもね、ちょっと気になるところの景色になったんで、ここも後ほど行きたいなと思います。まずは大渡津だね。で、何がいるかっていうところなんだけど、まあ、金に関してはね、インゴットすぐ作れるんで問題ないんですけど、こっち、リネンウールっていうのが今回必要みたいで、でそのリネンウールがね、ちょっとめんどくさいので、羊、から入手できるらしいので、ちょっと羊を集めたいなと思います。ただ、まあ、羊をね、ただ集めるだけじゃ面白くないので、せっかくなんで、クラフトピアの、そのアイテムというか、まあ、そういうのを使ってやってみようかなと。暗いな、寝よう、一回寝よう。一回寝よう、暗すぎる。これ。ちょっとね、さっき見えちゃったけど、この配合をするとね、まあ、牛が勝手に増えていくわけですよ、時間とともに。で、流れていって、この大鍋に入ると。ですると、ダメージ受けるんで、料理ができるんですよね。で、その中に、まあ、羊の要素があれば羊毛とか、なぜ羊毛が入ってるか不思議だけど、とか、皮、まあ、その他食べ物もゲットできると。で、しかもステーキが自動的にできるっていう優れもんなんで、まあ、ここに入れちゃおうと。牛と羊を入れてみようという感じだね。で、どうするのかって話なんだけど、動く。まあ、ちょっとこれこのまま見とこうか。よし。よし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 。で、まあこの状態だね。あ、また出てきた。もうこれあれだな。ああ、しかもどっか羊飛んでいったし。ああ、もうめちゃくちゃ。はい、戻ってきました。まあね。まあね、だよ。結局ね、あと羊ね、配合のやつはうまくいかなくて、もう作るのめんどくさかったんで。とりあえず作って持ってきました。で、金のインゴットとリネンウールだね。いやー、世の中はうまくいかんね。どこまでいけるかな、持ってるアイテムでね。あ、次だ。グレンのハーブ。あー、はいはいはい。群生のハーブか。これね、ちょっと今までにないアイテムを集めないといけないんで、まぁ、ちょっと持ってるんだけどね。結構ね、見づらくて。ちょっとその探索に行こうかな。今度は大丈夫でしょ。今度はね、さすがに今度はうまくいきたい。お、あった。これ。群生のハーブ。これがね、結構こうやってマップ探索してて、見つけるのが大変でね。結構10分15分ぐらい探し回ってたから。
まあ、こういうこれはね普通のハーブになるのよ。だから結構ねちっちゃいしよく見てないと見落とすんで、ただね今のでやっと1個目だからあと1個ずつあと1個ずつ必要なんだよな。やばいぐらいハーブ出てこないね。あ、ゴリラだ。ゴリラだ。頑丈なだけのゴリラ。いや、あれ、今爆弾投げてきたよね。やが想定されて。いや、ランダムか投げるの。今ね、矢が不足しててね。うんちー、顔面の刺さり方よね。当たりゃ。ゴリラ出た。いやーゴリラのレベル35です。いやーうんち投げられると思わんかった。でついでに群生のハーブ揃ったね。え、ない？周り赤がないね。さっかうんち投げてくると思わんかった。あ、赤あった。よし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 。ゴリラの周りにいっぱいハーブあったね。いやー、詰まったー。よし、これでね、ハーブはもう揃ったんでね。納品しちゃいましょう。もう壁抜けてんだよな。めり込んでるんだよね。で、最後。三つ目。え？エンジンパーツ？はい、はい。はあ。画面右上に表示されます。あ、あったあった。エンジンパーツ。マジか。エンジンパーツ、もうないっけ、家。はい。ね、戻ってきたんですけど、ちょっとスクラップパーツがね、ない。エンジンパーツか。まあ、こっちのバッテリーはあったんだけど、エンジンパーツがなかなかゲットできてなかったんで、ちょっとこれが作れそうなものとかクラフトしてみようかな。まあ、なかったら、過去の動画でも出てた、車壊しの旅に出る感じかな。今んとこそれでしかゲットできないからね。まあ、これがどうなるか。で、これがね、乗り物マシンなんだけど、機械工場。ああ、でもやっぱ気球とかこの程度か。でもバッテリーとかエンジンパーツ使うからね。これやっぱ回収系なんだろうな。そうだね、今のところねエンジンパーツは作れないのよ。だから時代進化すると作れるようになるんだろうけど、見る限りねないんだよね。歯車あるんだけどね。鉄製建築基礎とかあるけど、なんでちょっと探索行ってきます。さあ、来たよー。あるかなー、金属。あ、いや、というか、復活してないね。あー、あー、マジか。え、じゃあ、スクラップパーツどうやって回収しよう。いや、あったわ。エンジンパーツ作るのに、キャベツの種がいる。で、キャベツの種はどうやって回収できる？あ、一応買うことはできるんだ。やばいよね、これ。あー、一応買うことできるね。じゃあ買うか。何個いるんだっけ？ 10 個だったから今所持数が？今何個あるんだ？待って、熟練の機械工場、熟練の機械工場、
作業台これ何？ああ一応なんかできなくはない。これさ熟練の機械工場、いやこれ多分時代進化だろうな。うーんそんな感じがする。とりあえず時代進化とかさせるときお金使うから、あ11個いるんや。11個、20個消費だもん。よし、ちょっと暗くて見えないけど、おぼう。はい、戻ってきました。じゃあ、第3段階、強化いきましょうか。まあ、お金かかったけどね。建築。で、これで、周りの素材が、わかるはず。残すトーマーと2つとかかな。一応、これ多分、次の塔を指してるんだろうね。え、マップが？はいはい。竹こっちなんだ。うわ、古代人形こっちだ。逆行ってたね。うわ、よかったよかった。で、時代進化を見てみましょう。あー、これあるね。この辺りはじゃあ、集めながらにしよっかな。ちょうどこの破片取りに行くとき見つけれそうだしね。竹は、とか、これはね、この辺りね、実は見つけてて、発見しやすいかな。ああ、渓谷地帯とかあるのか。ホパース。ああ。でね、熟練系やっぱこっちだ。うん。やっぱお金を使ってっていう感じだね。5万円足りないからな。お金の集める方法もちょっと考えないとね。よし。じゃあ、早速こっち探索行こっか。ちょうど、これ行ける範囲だしね。ドーン。あのね、グライドができなくなるから大変なんだよな。でもそろそろ武器もさ、新しくしたいよね。綺麗だね。ああ、竹だね。うん、竹があるね。これ、アジサイは？あ、取れないんだ。でも、アジサイを置いてるのは、おしゃれだね。上か。いや、中か？中だ。いや、中じゃない。一人？あー、これか。ほら。よし。これね、敵の攻撃じゃないと壊れないからね。サンキュー。お、またソウルオーブか。ここからだなぁ。うまく見つけれるかどうか。まだあっち。お宝あるね。ん？ちょっと離れたらだから。あった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 。変。あそこにお宝っぽいのがあったんだよね。あったあった。何が出るかな。そろそろ目玉商品出てほしいけどね。ほい。お？観葉植物。買うって感じだよ。こっちだね。あー、あれ海賊機。海賊っぽいな。海賊船だよね。でも壊れてるな。なんか海賊船もなんかあったね。クエストね。鹿だな。矢の補充もそろそろしたいんだけどね。何もないんだ。めっちゃありそうな雰囲気あったけどね。
お腹減ってきた。はい。腹減るの早くなってきたな。クリスタル。そっちからかい。なんかすんげえ不思議な形してんの。あ、ジャンプしてしまえばね。なんなあ、もうお宝がそこにあるわけじゃないからな。ほい、クリア。あれ、トラップだったんだね。ソウルオーブが近くにありますと、多分上でしょう。ソウルオーブね、交換色と成長のアイテムとして使えるからね。どれ？あったあったあった。よし。で、こっから下だ。いやー、すごいね。なんか、断崖絶壁なところが多すぎる。で、ソウルオーブがこういうところに結構、オーブ、落ちてるね。これまた下かなぁ。あったあった。周辺に財宝がありますよ。財宝、剣、何が出る？食用、フィジカルウォーター。フィジカルウォーター、能力アップ系のポーション？回復するなん、回復するんだ。いいね。悪くはないね。とりあえずこっち渡って、あった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 。そうね、渡って、なんか、ね、結構島国みたいな感じになってるから、しっかり探索というか、渡っていかないと移動がしづらいね。意外と。あ、巣に来ちゃった。どう？あ、落ちていったこれな、復活待ちになっちゃうんだよな。あ、終わったみたいよ。あ、なんか出た。無心流鎖鎌。無心流ですか。あ、しかもちょっと強い。片手剣だ。いいね。これいいね。無心流とやら、見せてもらおうか。すまん。鎖釜の要素は鎖の要素ないの。マジか。まあでも、この国っぽい感じの装備だね。なんかね。鎖釜か。逃げてったなー。
ソーローブって書いてるけど、あったあった、あ、これ危なー。まあ武器がゲットできただけね、ありがたく頂戴しとこう。で、一旦これで寝よっか。なんだろうな、もうちょっと夜の探索がねしやすかったらいいんだろうけど、これは改善してもらいたいところだよね、このゲームはね。なんかあそこすごいね、たまにさ、こう探索してるとさ、でっかい木あるんだけどさ、あんな感じでね、でっかい木あるんよ、でかい木あるんやけど、何の意味があるのか全然わかんないんだよね。これ。でけえなぁ。ほんとでかい。で、雷ゴブリンがいる。ね、何なんだろうね。あ、ソウルオブ発見。周辺に宝があるぞ。え、それ上じゃない。あるかな、さすがに。あったわ。あったわ。ポーションか。とりあえず、こっち。あったあった。あっちが行こう。あー、なんか孤立してる島になってるね。へー、あれちょっとパッと見わかんない。お、あ、黄色か。急な宝。うん、多分ソウルオブだよね今の反応は。そうだね。いやー、結構来たね、遠くまでね。遠くまで来たけどって感じだな。お、グレンハーブ。あ、それは欲しい。ない、ハーブない。あと財宝があるらしいよ。よし、フェニックス。あ、すげえ。これさ、復活アイテムなんだけどさ、10個はやばいね。あ、でもクールタイム合うんだ。あー。なるほど。お？お宝守ってる。これはその財宝もらいに行こう。いや、意外と火力が低い。はい、お宝。おー、なんか出た。カラダンダ。カラダンダ。なんだそりゃ。カラダンダ。魔法武器だ。あー。まあちょっとね、レアリティが上がってる。っていうのもあるんだよね。え、魔法か。スキル振り分けしないとダメだな。そのうち魔法と思ってるけどね。魔法はね、なかなかだなーって思ってる。またこれか。しかも、あそこ洞窟ある。先にこっちだ。あー、島つきそうだけど。
ついでにね、ハープもいっぱい集めたいけどね。お、あったあったあった。古代人形破片。これが、まあ、5個集まるかどうかなんだよね。これで、6つ目。4つ、あったあったあった、5つあった、5つ。これがね、素材としてね、全然手に入んないから、結構助かる。多め持っていこう。6? アヌビスもするけど、売るもん取っとかないとね。あ、意外と今回落ちてるね。お宝もある。ホットドッグマジか、ホットドッグだったか。はい、戻ってきました。まさかのチェックしてたらっていうねでね、この辺りあ、まあね、必要なアイテム追跡でオンにしとけば数が見れるんでね。で、警告かーっていうところでいろいろ考えたときに、候補として、まあ、一つあるっちゃあるのよ。あるっちゃある。だからそれをね、ちょっと、やりたいなというか、その場所に行きたいなと思います。でね、どこかっていうと、ここ、なんかね、ここだけまだ行ってなくて、で、氷に関しては装備自体でそもそも、極寒に耐えれるとかそういう話なかったんで、こちらに飛びたいなと思います。はい、飛んできました。アイテムゲットして、ここ渡っていこうかな。ね、これ正面すごいよね。最初見た時さ、うわーと思ってさ。あ、ちょうどあそこ塔あるね。あの塔は目指したい。で、大渡つ諸島だね。なんだけど、ここを渡った先で、ヤーデン草原になって、ここ入り組んでるんだよね、結構ね。あれ、逸材のドラゴンとかじゃないかな。なんかちょっとな、この辺りはエルデンリング味がある。ほら、すごいでしょ。警告来た。あ、ここだったんだ。あ、ブリガンダインだね。ほい、にしました。あ、でもボロボロだね。はい、ということで今回ここまでにします。で、まあ、あっちの方の塔を目指してとりあえずワープできるようにしてみたいな、必要素材とか見たいなと思います。宝石もね、多分これプラチナじゃないかな。あ、銀なんだ。素材またあれだな、いろいろ考えるところあるね。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画や解説攻略などもしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。